立憲民主党の小沢一郎衆議院議員は9月に行われる代表選挙について泉代表なら沈没だと述べ、泉氏に代わる候補の擁立を目指す考えを示しました。政権取るのには野党共闘もしなきゃいけないだろう、まあ、そういうこともできるような執行部じゃないとダメだ。泉で言ったら本当のことじゃないか、沈没じゃないか。小沢氏は次の衆議院選挙に向けてこのままバラバラで臨めば全滅すると述べ、他の野党との選挙区調整の必要性を強調しました。その上で今の執行部について東京都知事選挙で支持母体の連合が小池都知事を支援したことなどを念頭に仲間内さえまとめきれないと批判しました。新たな代表となる候補の擁立を目指す方針を示しました。